ペルソナ5タクティカについての最新ニュースをいち早くお届けするニャフーニュース。今回も我が輩モルガナがアトラスから盗み出してきたとっておきのお宝情報をみんなに届けていくぜ。今回のラインナップはこれだ。我ながら大収穫だったな。惚れ惚れする仕事っぷりだろ。どれから紹介するか迷っちまうな。よし、じゃあまずはこいつから行くか。前回ペルソナ5タクティカの冒頭のストーリーをほんの少し紹介したが、まだまだ知りたいことばかりだよな。そこで今回は我が輩たちが迷い込んだ異世界の3つの謎について紹介するぞ。1つ目の謎は異世界の中のルブラン。心の怪盗団が迷い込んだ異世界はキングダムというらしく、エルをリーダーとする革命軍はそこで戦いの日々を送っている。で、我が輩たちはエルの案内で革命軍のアジトへと向かったんだが、なんとそのアジトは我が輩たちがよく知るルブランにそっくりだったんだ。もちろんそこにご主人はいなかったわけだが、現実世界とキングダムには何かしらつながりがあるのか。2つ目の謎は暴君マリエの目的。キングダムではマリエという支配者が武装集団レギオンを従えて君臨していた。エルによるとマリエは町に住む国民たちを強制的に捕らえ無理やり働かせているらしい。その目的はなんと盛大な結婚式のため。理不尽に国民を虐げていることも許せねえが、一体なぜそんなことを。3つ目の謎は政治家カスカベ藤四郎。異世界に迷い込んで間もなく、我が輩とジョーカー以外の仲間たちは強力なマリエの能力で洗脳されてしまい操られちまった。待ってろお前ら、すぐ助けてやるからな。囚われた仲間を救うため我が輩たちはエルと協力して牢獄へと足を踏み入れたんだが、そこで出会ったのは我が輩たちと同じく現実世界から迷い込んできたという政治家カスカベ藤四郎だった。なんでこんな奴が異世界にいるのかわからんが、マリエの仲間ってわけでもなさそうで、一応助けてやることにしたんだが、あ、巻いて、あ、尺の問題ってやつな。あ、悪いみんな、我が輩としたことがついおしゃべりになっちまった。盛り上がってきたところだが、続きは次回のニャフーニュースでってことにさせてくれ。なかなか難しいな、ニュースキャスターってのは。今回も新キャラクターの情報を手に入れてきたぞ。だが、まずはおなじみのお二人から紹介させてもらうぜ。心の怪盗団の切り込み隊長、リュウジ。コードネームはスカルだ。明るく直情的で、深く考えないまま突っ込んではトラブルを起こす問題児なんだが、誰よりもまっすぐな性格で仲間思いのいいやつなんだ。おっと、我が輩が褒めてたってのは内緒にしてくれよ。あいつはすぐ調子に乗っちまうからな。続いては我らが怪盗団に咲く美しき赤いバラ、アンドノだ。コードネームはパンサー。情熱的な鞭さばきで敵を倒す姿はまさにカレーの一言。対して現実世界では友達思いのとても優しい女の子なんだ。そしてゆくゆくは我が輩とで、そしてな、あ、え、あ、うん、よし次に行こう。新キャラクターカスカベ藤四郎を紹介するぞ。異世界でマリエに囚われていた藤四郎だが、
本人曰く、なぜここにいるのかの記憶はないらしい。革命を歌うエルや理不尽に対して抗う怪盗団とは違って、何でも安全第一を主張するちょっとビビるなやつなんだが、現実世界では次期総理大臣として噂されるほどの政治家らしい。頭脳派の大人ってことなのかもな。怪盗団と革命軍、さらに藤四郎も加わって、ますます今後の展開が楽しみになってきただろう。さてお次はバトルについてだ。 P5T での戦い方の基本を紹介していくぞ。まずはカバーだ。物陰に隠れることでガード状態になり、敵からの攻撃を防ぐことができるぞ。逆に無防備な状態で攻撃されるとダウンを取られるから気をつけろ。常にカバーを意識して立ち回っていこうぜ。次に近接攻撃だ。敵ももちろんカバーを使って立ち向かってくるぞ。壁に隠れている敵を銃で攻撃してもあまり効果がない。そんな時は敵に近づいて攻撃、大胆に打ち込んでぶっ飛ばしまえ。これで敵は隙だらけだな。お次はペルソナのスキル攻撃だ。スキルはダメージを与えるだけじゃないんだぜ。ジオなら敵がしびれて動けなくなり、我が輩のゾロが得意とするガルなら敵を遠くへ吹っ飛ばせるぞ。さらに近接攻撃やスキルで丸腰になった敵を狙えばダウン発生。ここでお待ちかね、本作 P5T の新戦法だ。ダウンした敵に我が輩たちの総攻撃トライバングルをお見舞いしてやれ。ここまでが基本的な戦い方だが、最後にとっておきを教えよう。バトルが白熱するにつれチームの士気が上昇すると必殺技が使えるようになるんだ。見てくれ、派手に決まったな。こいつを使えばどんな局面でも一発逆転が狙えそうだな。今作ではパーティーメンバーがスキルツリーによって成長するぞ。新しいスキルが使えるようになったり、ステータスがアップしたりと自分好みに育成できるんだ。どのように成長させるか、ここは怪盗としてのセンスと腕が問われるところだな。成長に使われるグローポイントはバトル以外にもう一つ入手方法があるぞ。それがアジト内で行われるフォークだ。戦いだけじゃ気が休まらないからな。エルのような新たな味方も増えたことだし、仲間と緩やかな時間を過ごして絆を深めていこうぜ。ペルソナ5タクティカは2023年11月17日発売予定。予約も受付中だ。にゃっはは、今回もボリュームたっぷりの情報だったな。感想はハッシュタグ P5T にゃふこめをつけてじゃんじゃんツイートしてみてくれ。それじゃ我が輩は次なるお宝情報を求めてアトラスに潜り込んでくるとするか。え、おお、お前から気になってたが、このカンペ出してるやつは誰なんだ。やたらと我が輩に馴れ馴れしいような。まあいいか。ってことで次回のニャフーニュースも楽しみにしててくれ。じゃあみんなまたな。